お口開けてください。口元美容香織です。今日は男性の方がホワイトニングに来てくださいました。やっぱり歯が白くて綺麗って気持ちいいやんか。これって年齢も関係ないし、性別も関係ないよね。爽やかになることで自分も気分アップするし、周りにもいい感じを与えれるやんか。なんか仕事もできそうやん。全て肯定する、そんな感じがするよな。歯医者でやってもらったら、じーっと寝てるだけで勝手に綺麗になるし、これ便利やろ。家でお薬つけてギュって加えたりするのもあんねんけど、私の場合はめんどくさくて、ついついまた明日でか、また明日でかみたいになってしまうから、歯医者でたまにしてもらう方がすっきやわ。歯医者さんでしたらこんな感じで寝てたら終わるよ。いいしてください。開けてください。
じゃあ外しますね。楽にしてください。はい、いかがでしたか。日々いろんなもん食べたりするわけで、着色しやすいもんとかも食べるとこなんていうよりも、やっぱりいろんな好きなもん食べて、あ、黄色なってきたなと思ったらホワイトニングする方がいいやん。食べたいもん食べて楽しく人生生きる方がええし、口元に自信持って生きれた方が笑えて喋れて楽しい人生になると思うわ。ぜひぜひみんなもホワイトニング気になったら受けてみてな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために、私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南国屋敷にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。